本日はですね、ちょっと個人的に思うことを皆様にちょっと質問してみたいなと思います。ライブ中とかって、例えばね、自分が推してる人が歌ってる、ソロとかさ、そういう全員で歌ってるとかだったら、立ってる人も、もちろんね、立ちながら、そういう応援はしてるとは思うんですけども、たまにさ、その自分の推しじゃない人とかがソロだと結構座る人いるじゃないですか。座ったり、ちょっと休もうみたいな感じ、体調不良とかだったらしょうがないと思うんですけども、例えばカトゥーンだったら亀ちゃんたんだから、他の2人がソロの時はちょっと座ろうみたいなさ、で携帯いじったりとか、だから結構そういうね、人を、たまに見かけたりもするんですけど、そういうのってどうなのかなと思って。相方どう思いますか？私はずっと立ってる派なので、だそういうさ、例えばユッチタンじゃん、ユッチタンとマッスータンだけど、他のもちろん全員さ、ニュースもカトゥーン、それ以外もそうだけど、ソロは少なくともあるじゃない。だその時って自分が推してない人でも聞くよね。聞くよ。うちはグループが好きやからね、全員のやつ聞くよ。でトイレも極力行きたくないけど、そうね、どうしても我慢できひん時とかあるやん。お腹痛いとかもそうだけど、MC 中に行くとか、MC あんまりおらんかもしれんけど、うちも一回ダッシュしたことあるから。まことでい携帯いじってるとか光こうこうとつくし、映画館でもたまにおるやろ。ああおるおるおる。夜行バスとかさ、人に迷惑のかかる行動をやめといた方がいいんちゃうかなっていうのは思うけど、でもあれさ、結局、撮ってるやろ、その日その日で。毎日映像は撮ってるわけや、そうね。だからどこ映されてるかは正直分からへんやん。そのカメラ撮ってるとこ、ファン映ってるかもしれへんし、そんな化粧直してるとこ映されたらもう最悪やろ。最悪だよそんな。でも万全な体制でみんな行くんじゃない？なんかせっかく会えるんだからで、その女性だったら化粧とかさ、でもなんか途中で汗かいたりとかするから、途中でこう綺麗になって直す人もおるんだよね。うちで化粧直してる姿は絶対人に見られたくないから、絶対やらんけど。そうだよね、どんだけ崩れててもやらんけど。いやそんぐらいやっぱね、楽しむ場所だからね、そこはね、とは思うんですけど、これが誠と相方の見解なんですが、皆さんね、どうでしょうかね。まことでペンライトのさ、オンオフっていうのがやっぱりそういうね、歌、しんみりした歌の時とか結構ずっと光ってたりすると、ちょっとムードが壊れちゃうかなっていうのが、あれなんていうの、金ブレードやったっけ、なんかぐるぐるぐるって回るようなやつ、あれすごい目立つよね。ああ目立つね、真っ暗になってる中で。そうね、ニュースはもしかしたら演出でそのペンライトいじるぐらいやから、ああいうのは持ってきてほしくないんかもしれないね、公式以外のやつ。ね、自分らのそのグッズがいいもんね、一番ね。だからやっぱ本人からそう直接意見を聞きたいっていうか、こういう時はこうしてほしいとか、まっすー結構言う方やから、ニュースは結構こうなんか統一感が出てきてるけど、他のグループとかね、さそういうさ、なんかゴミになるから持って帰るみたいな人もいるというか、あんな感じのさ、なんかこうファンにちょっとはっきり言ってほしいというか、そういうのがあればこっちもやりやすい。そうね、そうね、そうね、こっちはそういうのを汲み取ってできるからね、勝手にそのイメージだけでやってしまうと、それ違うんだけどってね、メンバーもなっちゃうからね。情報共有的な感じは必要かもね。マコトゥデイ